は洗面所を見させていただきます。はい、どうぞ。ここいつもいつ来ても気持ちいい、お気に入りですよ ね、 ね、ここでね顔を映すとなんかメイクも頑張っちゃおうかなってそういうなんかすっきり感がありますよね、はい、洗面所って綺麗にしておくってなかなか難しいですね。本当にいろんなものがね入り込んでくる場所なんで、だいたいこう皆さんの慌ただしい時に、うん、まあ、歯磨きなんかで、うんうん、うわーって置いちゃうんですけど、うん、ないですね。置きようがない、数が少ないからもう物がない、うん、すっきりしてますよね、うん、本当にここは絞ってますね、うん、開けてもいいですか。あ、もちろんもちろん、どうぞ。レジを開けさせていただき、はい、あ、本当になんか前より一段と一段と、うん、そう来るたびに、うん、こちらがタオルで、はい、こちらがキッチンペーパー、あの本の中でもね、たびたび登場するキッチンペーパーとティッシュですよね。そうですね、タオルもこれだけ、はい、プラス洗ってるもの、ね、そうですね、今洗濯機の中にね、うん、ちょっと収まってますね、うん、これから洗います。あれですよね、バスタオルがないと。バスタオルが、まあ1枚だけあるんだけどね、でも使ってないんですね。使ってない、もうこれで全部間に合っちゃうから、うん、白なんですよね。そう、白ホテルのタオル、うん、ほんとふかふかして気持ちいい、うんうん、だけどちょっとくたびれてきましたよね、それもね、うんうん、そうですか、うん、はい、どのぐらい使ってますか。いやね、あの1年に1回変えてますね、タオルは、うんうん、もうあとは雑巾に、ね、なってもらいます、うん、じゃあ次、はい、こっちの中見たいんじゃないかな。そうそうそう、うんうん、はい、本当にここはもうスキンケアです。そうですね、はい。お化粧品売り場みたいですよね。そうそう、そうしたかったの。そうですよね。デパートの、うん、本当に綺麗、うん。見えないところをディスプレイにするっていうのを、うん、どのコーナーにもどの部屋にもしたかったの、うん。特にここはディスプレイですね。うん、でも山下さんは基本的にはそんなに化粧はね、うん、されないですよね。あんまりしないですね。まあ、仕事柄仕方なくっていう形ですね。夜のスキンケアはなし、ね、なしなし、うん、そういうところもやっぱり必要かどうかを考えてないと思ったらもうなるべく手間は省きたいだけなんで結構面倒くさがり屋だからということもありますよ。そういうのがなんか本人もね、うん、山下さんがこう面倒くさいと思ったり、うん、ちょっと手間だと思うことを全部省いていく方法というか、すごい。お風呂に何もないんですよね、うん、お風呂に何もない。お風呂もね、いろんなもの溜まりますもんね、うん、お風呂に何もないからぬめぬめしないから、うん、それもこうストレスフリーで ね、 いいですよね。だからここが銭湯みたいな感じで、そうそうそう、あのお風呂道具を持って入る、持って入るのね。そう、これこれ、ちょっとそう、これを持って入る、そんな感じで持って入る、行ってきますっていう、ごめんなさい、お風呂行きますみたいな感じで、で出て、うん、そう、帰って終わってこれをまた持ってきて、そう、でなぜ戻すかっていうと、はい、あのここで洗濯物を乾かすんですよね、うん、ということはすごい高い温度になるので、うん、これ無添加なんで、うん、傷んじゃうんですよね、うん、だからなるほど、そう、ね、山下さんのすごいのは綺麗なことが維持できるのがとってもロジカルですよね。なんかそのお風呂に入ってる間に洗濯機を回しといて、お風呂上がったぐらいに洗濯がちょうど終わって、お風呂がこうぬめりが乾くということも含めて洗濯も乾く、そうそう、洗濯物とお風呂も同時に乾いちゃうみたいな、だから全部がこうすごいスーッと入ってきますよね。ね、カビを落とすとかぬめりを落とす掃除ないらない、ね、が必要ない。うん、そうするとね。で同時に洗濯も乾くと。そうそう、で洗濯乾いたらもうそのまま隣の寝室に持っていく。そうですね。畳んだりをしないで、そのあのカゴにポーンね。うん、これはだから面倒くさがり屋が開発した合理的な。システムみたいな。本当にこうそういう綺麗を維持する仕組みがすごいこう、うん、的確ですよね、うん、無駄がなくって、でもなんかこうギチギチしてないよね。本当ですよ、なんかもう、うん、そのまま真似させていただいてますって感じですね、うんうん、なんかあんまり必死になってね、うん、必死になってこうなんか片付けたの掃除と格闘するのは嫌なんで、うん、どうしたら省けるかってそればっかり考えてますね、うん、確かに一日にやることいっぱいあるので、うん、
そこに時間あんまりかけられないっていうのもスッとできるんですよね。片付け掃除のために、ね、生まれてきたわけではないんで、そこはなるだけこうシンプルにね、それこそ簡単に済ませたいなっていつも思ってます。なんかこう本当に維持できる感じが、ストレスがなく維持できるシステムをちゃんと構築してるっていうのがすごいですよね。まあ、本のタイトルじゃないけれど、とにかく物が増えたらそれに伴って維持管理の手間が増えるわけだから、逆に物が減ると維持管理の手間はどん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 減っていくわけだから、逆に潤いが生まれますよっていう、それが断捨離の簡単生活ですよね。そうスリッパがないっていうのもね申し訳ないですが、いやいやいや本当にあなるほどなと思いました、あれ、スリッパいらない生活、確かに、マットとかもね、そうマットもないんですよね、基本的にお風呂はね、まあちょっとびちゃびちゃになるから一つ必要だっていう話でしたけど、トイレとか玄関のマットが一切ない、ね、気持ちよく歩ける、この掃除も簡単だからね、床はいつも綺麗にしやすいのでね、いちいちスリッパいらないですね、はい。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そしてさらなるお得な情報はこちらからゲットしてくださいね。